サブサワ島は、宮城県塩釜市にある島である。面積1.45平方キロメートル、人口約100人。浦戸諸島最大の島である。サブサワ水道を隔てて野の島と、ワニガブチ水道を隔てて宮戸島と、東西を両島に挟まれるような形になっている。江戸期の文人である、大田南方の書いた随筆には、関沢島とある。いつしか透明に、 風の一時が付け加わったと伝わる。野の島と面する島の西側に集落が広がり、宮城県漁業協同組合塩釜市浦戸東部支所がある。島内には水田が広がり、農業に従事している人も多い。自給自足を実現している島と言われる。サブサワ島と野の島の間では、 無料の渡し船が運航されており、詰め所の人に頼むか、無人の場合は金を鳴らすと運航する。江戸時代に、サブサワ島は、風町港、積み替え港として繁栄した。幕府がこの島に蔵を建て、伊達軍などの年具米が一旦ここへ集められ、戦国船に積み替えられて、江戸へ運ばれた。 サブサワ島には船乗りを相手にした遊郭が作られ、客を離したくないために皇転を祈る遊女の思いが込められた縛り地蔵が名所となっている。また、江戸時代後期、日本人として初めて世界一周を果たした4名のうちの津田優と、左平の出身地はここである。幕末には、仙台半発の西洋式軍艦、海星丸がここで建造され、記念碑である。 増刊の日が経つ。母親戦争では、江戸を脱出した、江本武明の幕府艦隊が一時ここに闘病した。塩釜市駅船、塩釜港桂島の野サ三沢港。ありがとうございます。